やハロー、どうもこんばんは。アニメリアクションことマジ大道芸人浜です。はい、現在2月26日日曜午前12時19分です。はい、ではアベマ TV でお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件の8話ですね、見ていこうと思います。もうちょっとこっちかな。はい、これで OK やね。はい、なおアニメ本編は再生されますのでご注意ください。また広告入ってくると思います。誠に申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いします。もしくは2週目に同時視聴していただければありがたいです。それでは行きましょう。3、2、1、スタート。それでも怖いじゃない。もう前回でほぼほぼもうね、二人の関係がもう恋人になったみたいなもんでしたね。まあにしても前回出てきたまひるの両親、まあ母親か、まあ両親やね、なかなか胸くそ悪い両親でしたね。話は聞くとね、望まれなかった子供として一切愛情を受けてこなかった相手もね。朝クラスがや結局一緒になったんかな。クラス千歳も一緒か。真宙も一緒か。新学期の天使様、門脇か。何や今の。膝枕やと。すみませんでした。どっちやろな、これは。
のまま寝るんちゃう？という羨ましい。なんという可愛いこと言うんや。ほんまに寝たな。10分ぐらいかな。1時間か。まあまあやな。全勝する。2期4番。照れ邪魔すな。嫁やないか、ほんまに。新妻ですって、こんなもん。あー、いっぱい取ってきたな。2期1話
不倫か。卵値上がりしたからね、リアルな話すると。幸せ。死にます。それは死にます。かわいい。まあ、バレンタインの時に袋開けたもんね。その通りや。そんな損得でね、友達ぐらい良くない。お？お？重くそ出てるけどね。重くそ出とるよ。
剣伝ってなんやろね。なんかええ方法ないんかね。あれか、調理実習？あら。これは、あっち、どうせが。ツンデレやな、ツンデレ。今でもほとんど一人の時ないんちゃうかこれ。調理実習か、懐かしいな。新婚と言われてシンプルに恥ずかしかったかな。
これはこの子悪ない。ずっと肩抱いたままやけどね、これ先生も怒ってたぞ、そらあ、そぼろ丼か、鶏そぼろ丼か、これ杏仁豆腐と、あ、山椒、あれ、もうしくなった、あ、特殊エンディングだ。友人という言葉がもう何なのね。喜ぶんかい。ああ、かわいい、かわいい、かわいい。ああ、かわいい。カバディ、カバディって聞こえるね。もう好きやん。撫でてくれと。甘いね。もう。もう可愛いな。ほんまに。何やこれ。よ。いやー、これ可愛すぎるやろこれ。はい、まあ、ということで、まあ、まずはクラス替えやね、前回気にしてた。4人一緒になるとはね。やけど、ああ、気になるのは、あの、門脇はね、門脇がこう、今年もよろしくなって言った時の、あの、過去の回想よ。あ、なんや、あれ。あれ、来週あたり掘り下げてくれるかね。まあ、どうやら、友達に裏切られた過去がありそうやな、天音は。どうもね、天音も、友達作らへんような感じやし。まあ、五木ぐらいやもんね。五木と千歳ぐらいもね、ちゃんと喋ってんのって。あとは門脇か。で、門脇は多分、前回、前々回か。前々回やね。バレンタインの回で、多分、天音に、チョコ持ち帰るように袋もらった。あの辺からやもんね。普通になんか、お礼言いたいからどうのこうので、律儀なシーンがあったはず。で、まあ、二人に関しては、まあ、その、クラスは一緒になったものの、ちょっと、その、もう、真昼が、門脇にすら嫉妬してしまうと。自分もまあクラスでほんまは仲良したいんでしょうね。まあだからそこの殻をどう破っていくかやんね。まあ今だいぶ破れたとは思うけど、まあほんでまあ天音の髪は触りやすそうやっつって、まあ膝枕なんちゅう羨ましい。
で、まあ1時間ぐらい寝たってたけどね、もうそのまま一生寝たいわ。あ、一生寝たら死んでまうな。いやいいね、あれは。まあほんで次はね、ぬいぐるみをこう、クレーンゲームで買ってきたのか、あのうさぎをこうやってるとこむっちゃ良かったね。でまたその姿をこう何見てるアマネに対して恥ずかしそうにするのもね、もうずっとマヒルが可愛いわ。まあなんやろ、まあもちろんね、それがあの制作人の狙いやとしてももうどんどんハマっていきますよ、こんなもん。まあそして、まあなんやクラスでもちょっとずつやっていけばいいやんって言うけど、結構一気にいった気するな。この調理実習で班一緒になって、まあ冷蔵庫に一緒に行こうかいうところでね、この肩ガーン抱き寄せて、まあ、まあ意図せずやけどねまあそこで友人として当たり前やの友人っていう言葉に最後もものすごいこう嫌悪感を示してたというか、頭撫でたら何でもね解決する思ったらダメですよって言いながら最後頭撫でさすんかいっていう、いやとにかく可愛かったですわ。だからもう真昼の中ではあまねは友人というわけではないね。まあいわゆる何友達以上恋人未満的な感覚か。あまねが果たしてどない思っとるかよね。言ったかって前回あまねはね、こんなもん好きにならへん方がおかしいやないかっていうセリフを最後に言うとったから、さあ果たしてね、まあもうこれはもう恋愛恋に発展していくでしょう。せやけどやっぱ昨日のあまねの過去やね、あれが一体何なのか、何なんやろな。まあ、あとはもう教室でも普通にね、その何もう真昼がみんなと友達になっていけるようなそういう世界を見たいね。その4人だけじゃなくてね、4人、うん、まあ4人か本人も含めてねちょっとでもねこう友達の輪を広げていってほしいなと思いました。はい、以上、いつの間にか、じゃあ大人の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、僕はですね、世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めない、これを伝えたくて主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてるんですが、現在はコロナの影響により約3年間仕事がまともにございません。今も48連休確定中の今日が43連休目ですね。はい、43日でヒゲと髪はこんだけ伸びます。で、貯金でなんとか生活してるんですけども、まあ結構しんどいですね。しかも10月以降はインボイス制度をスタートするんで、さらに 10% 持っていかれますからね。相当きついと思います。まあそんな中で、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、一応真剣にやってます。全く伸びてないんですけどね。今日で1067日目です。ただ、おととしの、8月18日から2020年の4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画。自らの手で削除させられてます。そんな悲劇を乗り越えてやってるんですけども、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったので、昨年の9月の14日、新たに本職のチャンネル作ってますんで、ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本動画投稿してます。 URL を説明文に載っけてるんで、1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録ぜひともお願いいたします。はい、で過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクションリンゴとマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。